アでプロデューサーしてます高橋栄翔です。よろしくお願いします。ノアというサロンで代表してます遠井と申します。よろしくお願いします。アフロードで執行役員してます真島貴弘です。よろしくお願いします。まあ、基本薄いですね。僕のお客さん薄めにしたいが一番悩みなんで。栄翔ってなんか割とデザインでさ、こういうなんか前髪のデザイン売ってますっていうのがあるんだけあると思うんだけど、なんか僕はどっちかっていうとあんまりインスタ上だと前髪推しじゃなくて、でもお客さんのほとんどが前髪ある、売ってるデザインの中に前髪っていう要素がやっぱあるから、それも込みで求めてくる人がいるから、なんか必然的に俺が作ってる前髪もなんかこう求めてきてくれるみたいな。やっぱそのロング、セミ、ミディアム、まあ、あとセミロングとかそんぐらいの人が多いから、まあ、七三っぽい感じで分けて、まあ、王道前髪みたいな、なんかザ流し前髪みたいな感じで、まあ、ライトサイドヘビーサイドっていうのがほぼ。ボブで逆に七三みたいな人いるから、なんか流し前髪、まあでもない、流したいって人もいるね。いや、30代じゃないじゃん。確かにそうね、なってるそう、ね、10代20代。実際客層は、客層はでも最近ちょっと上がってきてはいるけど、やっぱ10代20代のお客さんが多いかな。でも結構30代の人でも意外とパッツン前髪、なんかその年齢を気にしてパッツンに抵抗があって、うん、なかなかチャレンジしてこなくて、うん、でもなんか諦めきれないみたいな、うん、来ましたみたいな。そこにあれだ、宿毛で伸ばして扱いやすくっていう。大体、ね、みんな癖毛だから顔周りとね、前髪は。前髪のパッツンの時のストレートアイロンの入れ方がなんか難しいなと思う時があって、逆に七三っぽい感じが多いから大体流すストレートアイロンスタイルがあるけど、最近あでもあんまストレートアイロン通さないかも、パッツンは。あ、もう通さないんだ。もう逆にそのままオイルつけるみたいな、バームとか、うんうん、バズル目線でしか見なくなっちゃってるから、ヘアインフォの上位50人全員バーって大体しょっちゅう見てるんですけど、その中の上位のところの前髪の具合で大体どの比率が多いなみたいなのをたまにスクショバーって全部撮っちゃって、で流行見ちゃうかもしれないな。今のあれはなんだろうな、韓国系って前髪というよりかはこっちなんだよ、バズるのが、うん、韓国の前髪のシースルーでバズるってあんまなくって、この顔周りのこっちのくびれラインでバズるから、だからまあお客様で来た時はどっちかで言われるかも。インスタになんか何人か載せてる女の子たちももうパターンもう決めちゃって、前髪まっすぐ系と、あと前髪ちょっとあるバージョンも前髪なし、まあ、3人ぐらいベースでしかもう回さないようにしたらもうそれしか来ないから、それをなんかその時期の流行に合わせて若干だけ撮影の感じ変えて上げ続けるみたいな。ここ俺結構ここ好きで、高弘のここ。ああ、さす。結構系統はね近いかもしれない。この前髪の。ただ俺のがもうちょっとパッツン気味かなって。確かに若干重いかもしれない。こだわりというかあれはヘアメイクさんになりたくて東京上京してヘアメイクの学校行ってたから、メイクがもともと好きなのね。もう今全然できなくなっちゃったけどでメイクする時ってシェーディングハイライトとかって入れるポイントあるじゃん。あれを色味によって調整して見せたりとか、一眼レフの撮影好きだったから、その影とかで女の子のね顔の濃淡を消させたりとか、なんかいろいろ映えるように見せるっていう観点で髪の毛作ってる感覚で見てるから、なんか SNS とか、まあ、お客様に響かせるのって絶対的になんか癖ある人じゃないと伸びないなって思ってて、栄翔の画像ってもう見た瞬間に栄翔っぽいじゃん。なんかあとなんか前髪の真ん中のあたりにスタイリングでちょっと多めみたいな、めっちゃ可愛い、このなんかスケスケで。これあげたけど、うん、全然人気出ないバズんないオーダー多いオーダーとバズりって全然違う。違うね。そうだから俺も全然こけまくる2年前のビフォーアフターを永遠に載せ続けて、それが集客ベースになってるかもしれない。うん、ね、そう、バズり集客オーダー違うよね。そう全然違う、うん、お客さん来てもさ、こうやって見てさ、うん、これって言うけど、あそうかみたいな。それこそそのさっきの話聞いた方とかだと、なんかそうおでこ狭くてパッツンしたい人、うんでだから、まあ、だから逆にありかなと思うんだけど、また立つからどうするのかっていう。内側だけすくとかやる、ボブみたいに。
なんかこれで上で乗っける。内側すいて狭いから。内側すくけど、前髪すくとき俺あの横すらですかないかも。縦すらで。縦すらで引き出して、でこうじゃパネルがこう出たでしょ、うん、そしたらもう3分割するでしょ、うん、こう引いて、あ、じゃあこれがパネルだとしたら、これがじゃ あの内側でしょ、これ表面でしょ、ここいじらないんで ここだけセリング、あ、そうするとなんかちょっとこうやっぱ横で入れちゃうと、あ、毛先はちょっとぼかしで入れるけど、横で引き出しの位置は上、ちょっと横、あ、もう本当に真横みたいな、真横でも流すから、まあ、そうね、立つんだと、そうか、そうだよね、うん、あとはなんか内側一線目めちゃくちゃ毛流が強い人はなんかこう結構そこをすいちゃったりとかする。それの今3段目だったらこの一線目のところの毛流を潰す意味合いでもセニングちょっとするみたいなイメージでやったりとかするんだけど、2段目でやるって感じ。いや逆にもう毛流強さとかもそういう、それこそちょっと癖ある人はもうストレートで対応しちゃうから。ああ俺デザインじゃないのよ前髪は。なんか前髪でやっぱそういう悩みを持ってる人って大体がその癖でなんかこう扱いづらくてみたいながほとんどだから、それ全部もうストレートで持ってっちゃう。前髪作る時とかも言うかも、スタイリング明日からできますかみたいな、何年前でしたっけ作ったのみたいな、10年前ですみたいな、明日からできますかねみたいな一回ちょっと脅すみたいな一回脅して、でもやりたいですみたいな意思の人と、あ、いやーみたいな人で帰るようにして、で 2way やってみますかみたいな提案して。 2way 提案熱いね、人気じゃん、うん、ただスタイリングむずいよね。2way ほど難しいもんなくない？超むずいよ。2way はスタイリングをやりやすく 2way を切るプラスその説明をするってどうやって、結構切りバッサリ行きたい時に一回前髪ありの、あ、長めのこのちょっと顎ラインぐらいので作ってあげて、一回見せてあげて、これ何もない人いるじゃん、見せてあげた後にこれで前髪欲しいかって聞いた時に欲しいって言ったら、全部あのめっちゃ細かく最初細めに取って、で一回見してもうちょっと幅が欲しいなって、そこからちょこちょこちょこって広げていって。難しいんかな、どうなんだろう。でも一回やらせてあげる、お客様に 2way 作ってすぐにバーってやって、ちょっと仕分けできますって言って自分でこうやってピュッピュッピュッってやってもらって、で真ん中でこっちで作るじゃん大体 2way の、うん、ここでパーって仕分けしてもらって前髪きれいに出たらよしみたいな感じで、でなかったらちょっと幅広げたり厚さ増やしてあげて、はいはいはい、でやってその後手濡らしてあげて、スプレーやったらちょっと手濡らしてちょっと炊き上げてみてくださいってスッてやったら、そっちは多分いつも通りだからできるから、うん、もう前髪のことしか載せてないですね僕の場合は、うん、逆になんかそれ以外のことをもう載せないようにして、でそこからやっぱお客さんがかなり来たかなっていうところですかね。それ以外でもなんかいろんなもの載せてて、それこそ最初始めた時はカラーも載せてたし、スタイリングも載せたりとか、前髪以外の内容をしてたんですけど、もう今はもう本当に前髪のことしか載せてない。だからこそ、だから逆にお客さんはなんかその前髪のプロみたいな感じで思ってくれるから、なんかそこはもうなんか逆にブランディングでも作っちゃおうみたいな、その位置を作っちゃって、まあ、フォロワー多い人たちで前髪だけっていう人いないからいいかなと思って。でも最初始めた頃は正直その前髪カットだけの予約がめちゃくちゃ多くて、うん、これ合ってるかなとか思いながら本当になんか前髪カット1500円だけの予約が1日に10件20件みたいな、なんだこれみたいなまあでもなんか続けてよかったなっていうのは今でも思いますかね。そう、結果前髪のお客さんは来るけど、自分がその打ち出してる商品の中に前髪っていう商品が含まれてるみたいな感じだから。でもあれだよね、このインスタ見せてもそうだけど絶対正面じゃない、うん、絶対前髪乗ってるよね。だからいつも思ってたけど顔周りっていうか、そのなんだろう、前を撮ってるボブだけど
前でバズってる人で、ね、ああいないんだよ、これ面白いって思う。ボブの人みんなね、うん、絶対後ろだから、うん、だからそこで正面で前髪を見せてるっていうのもあるかもね。そこのデザインとあとはそのやっぱストレートの組み合わせで、どっちも、まあ、二刀流的な感じで、さすがっす。俺も2枚目全部カラーのせようかな。こうやって言ったらあれカラーあれ。なるほどね。いやうまい、うまいよ、うまいかもね。なんかそうそうそう、いないと思う。みんな美容師さんの人ってみんな、ね、うん、やっぱ技術を見せたがるじゃん。どちらかというとなんか自分の技術はこれだっていうのを見せるのが美容師さんの発信だから、うんうん、確かに。ある意味美容師さんじゃないのかもしれない、もしかして。俺サロモを使わないっていうのが中心で、まあ、2年前とか あのやつに関してはサロモちゃんとか使ってるんだけど、基本的にはもうお客様身内、はいはいはい、だからうちの社内の子以外を使わないようにするっていうのをめちゃくちゃこだわってるかもしれない。なんでかっていうと、本当自分がやってる子だから再現性が高いっていうのと、巻き動画も一応ね、あの B2C 向けというか一般層向けとね発信してるから分かりやすくやってんだけど、正直カットライン違いすぎて一緒になんないの。巻き動画これめちゃくちゃ分かりやすく作ってんだけど、自分の中ではだけどそれが再現できない、なんでだろうっていうので最終的にいろいろ回ってうちに来てできんじゃんってなるのがリターンの率の上げ方かなと思うから、だからなるべくそこはめちゃこだわってるかな。これをやってる美容師さんっていなくて、一般の子もいなくて、でもこのセルフっていうのをいつでも自分でできるじゃん。で今の時代に合ってるからめちゃくちゃメモしとるじゃん。やる気満々だよ、やるやるやった方がいいよこれ、うん、絶対バズると思う。確かにやろう。